はい、こんにちは、大西です。今日はですね、英会話を今 されていらっしゃる方、相手に聞き返すことをぜひやってくださいっていうお話をしたいと思います。相手が言ったことが分かんないことって絶対ありますよね。これ同じ語学同士でもあります。英語を話す人同士ももちろんあるし、ね、別に日本人だからだけじゃないので、ね、人間だったら絶対あることじゃないですか。でそういう時に聞き返すことをためらわないっていうことですね。はい、もうこれはぜひやってください。もし相手が言ったことがわからなかったら Sorry ってお尻上がりに聞いてください。 Sorry、ね、たった一単語です。すごく簡単ですよね。これをたじろがずにやってください。うん、Sorry ってお尻上がりに言うだけでもう一度言っていただけますかっていう意味になります。すごく簡単ですし、ちゃんと相手ももう一度分かりやすく言ってくれます。はい、これを言うのをためらってると、ね、分かってないのに一人で悶々と考えても拉致開かないし、分かってないのに、ね、適当に答えても誠意がないじゃないですか。なのでいいことは何もないんですね。なので Sorry、 たった一言 Sorry で、お尻上がりに聞いてください。もう一度言っていただけますかっていう意味になります。であとですね、これ文化の違いがあるんですけど、この聞き返すっていうことは英語の文化では何の問題もないです。むしろ誠意があることだと思います。うん、これはですね、まあ、日本の文化がどちらかというとですね、まあ、一を聞いて十を知るっていうね、ことわざもあるように、聞き手側に責任がある文化なんですよね。聞き手側、お話を2人でしていて、対話で話し手側と聞き手側あって、聞き手側が責任があるんですよね、日本は。だからこう、私の理解不足ですいませんとかいう言葉が出たりとかするじゃないですか。これはやはりですね、まあ、基本単一民族の文化だからだと思うんですよね。うん、日本語はもう話し手側がどちらかというと怠惰な喋り方なんですよ。分かりづらいってことで、それが良しとされるんですよね。で聞き手側がそれをなんか汲み取って理解するっていうような、なんとなく文化があると思うんですが、英語は逆で話し手側に責任があるんですよね。話し手が相手に対して分かりやすく話すっていうのが基本のスタンスなので、分かんなかったら聞き返して何の問題もないんですね。これはやっぱ文化背景が違うと思うんですよ。英語っていうのは常に隣の人は自分と違うバックグラウンドの人、自分と違う文化背景から来てる人っていうのが基本にあるわけなので、分かりやすくね、異文化の人に分かりやすく話すっていうのは基本なわけですよね。だから全然聞き返すの OK なわけですよ。それが普通なんですよね。はい、でも日本はとりあえず隣の人ってね、もう同じ文化を共有してる、ね、何でも以心伝心で分かっちゃう日本人っていうスタンスがあるので、話す時に論理的に話したりとか、分かりやすく話すっていうところに怠惰になってしまうんですね。分かるでしょっていうのが あるから、以心伝心で逆なんですよね。だから英語は話し手が相手にとって分かりやすいように話すっていうのが普通なんですよね。だから分からなかったら聞き返して OK ってことですね。はい、でこういうのって結構会議とかセミナーとかでもね、すごく特徴が出てると思うんですよ。なんか日本人だけのセミナーとか会議ってあんまり質問が出ないような気がするんですよね。質問が出ない、まあ、基本的に自分が理解するものだ、自分があとは調べておくものだみたいな感じで。でもこれが外国人がいる会議とかだと、そんなことも聞くのっていうような、自分で後で調べれば分かるじゃんっていうようなことも会議で全体の質問で聞いたりするわけですよね。こういうのってなんかこう体験ないですか？感覚が違うんですよね。とにかくね、英語は質問することは良いことなんですよ。良いことなんです。はい、だから本当にもう極端な話、このセミナー何時に終わるんですかって、そんなの見ればわかるじゃんってね、いうようなことを聞いていいんですよ。質問は聞いていいんですよ。わかんないことは聞いていいんですよ。はい、それが結局は早いじゃないですか。理解も早まるし、コミュニケーションも取れるっていうことでね、距離感も近まりますし、いいことなわけですよね。だからもうそういうものが英語なので、私たち日本人はですね、そこをね、慣れていく必要があると思います。なのでもしあなたが今英会話のレッスンを受けるとか、英語を使う場面があるのでしたら、まずは聞き取れなかった時に Sorry って普通に、もう普通に聞いてください。まずそこから始めてみましょう。そういったことからですね、英会話のセンスって身についてくると思います。はい、ということで本日は Sorry についてお話しました。本日もありがとうございました。